シェモビト4世、または、ジェモビト4世は、マゾフシェ諸侯の一人で、プーツク公を称した。チェルスク、ラーバ、プーツク、ゴスティニンなどを漁した。マゾフシェ公シェモビト3世の次男、母は、オばバ、コーミクラン主二2世の娘エウフェミア。父シェモビト3世は、自分の両国をシェモビト4世とその兄やヌシュ1世との間で、分割相続させた。 1381年に美少、1387年にベウツを相続した。1382年、ハンガリー王、ポーランド王のライオシュ一世が死ぬと、シェモビト四世は、ポーランド時期国王候補に挙げられた。翌1383年に、クヤビを征服したが、マオポルスカの貴族たちとハンガリーの軍勢によって、直ちに撃退された。 1386年、シェモビト4世は、リトアニア大公で、ポーランド王に選ばれたヨガイラの配下に入ることを、認め、ポーランド王国の世襲の風神となった。そして翌1387年、ポーランド王の妹アレクサンドラと結婚し、ベウツとその一体を与えられた。ビズナ、ザフクシェ、プーンスクなど、シェモビト4世はその領地の多くを、ドイツ騎士団に奪われた。 これらの領地を取り戻すべく1409年から1410年にかけて行われたポーランド・リトアニア・テュートン戦争に参加している。グルンバルトの戦いでも3つの部隊を率いてポーランド側に立って戦った。1387年、リトアニア大公アルギルダスの娘アレクサンドラと結婚し、妻との間に5男7女を設けた。 シモビト5世やドビが1410年、ハンガリーの大貴族がライアーノ氏と結婚ツインバルカ1412年、オーストリア公エルンストと結婚エウフェミア1412年、チェシン公ボレスワフ一世と結婚アメリアから1413年、マイセン編教博ビルヘルム二世と結婚カジュミエシュ二世、トロイデン二世、ブワディスワフ一世、アレクサンデル、スーキ教、アクイレーア総大司教、 アンナ1427年、ミーコラスジーギマンタイティスト結婚、マリア1432年、スタルガルトイコールスープスクコー、ボグスワフ9生と結婚、カタジナ1440年、ミーコラスジーギマンタイティスト結婚。ありがとうございます。